こんばんは。やっほー。なんぐらします。今日は南蔵、明日までなので南蔵します。南蔵のお題何でしたっけ。宿題を忘れて突然出た言い訳、皆さん一緒に考えてください。宿題を忘れて突然出た言い訳、風に飛ばされましたとか風に飛ばされて飛んでっちゃいましたとか、何がいいかな。今年何があったかな。今年なんかあったっけ。今年の出来事、夏、今年の夏の出来事、今年の夏に流行ったこと、私の夏に流行ったこと何ですか。最近流行ったこと、富士山に忘れてきました、田舎に忘れてきました、オリンピックか。オリンピック確かにあったな。今年の夏パリに置いてきました。次世代ライブでサインボールと間違えて投げちゃいました。次世代ライブ投げてないんだよな、サインボール。だから夏のコンサートでにしようかな。夏のコンサートでサインボールと間違えて投げちゃいました。オリンピックに出てたので。夏、今年の夏はオリンピックがあったから、あのパリに置いてきました。夏のライブの、夏のライブで忙しかったのでやりませんでした。私の夏は「パリのセーヌ川に流れていきました」。パリってセーヌ川なんだ。パリのセーヌ川に、長セーヌ、アングラ。いや今回難しいな、なんか大喜利っぽくしたいからな。大喜利なんだけども、大喜利なんだけど大喜利っぽくしたいから、難しい。宿題を忘れた時のに突然に出た一言、とは、とは何ですか。皆さんは何て答えますか。昨日のさ、昨日だよね。昨日は29だよね。昨日のさ、ナンバレイティ公演出てたからさ、あ、今日ずっと頭に小池が流れてる。
キャンプファイヤーの火種にしました。汚れてたから拭いてたら綺麗に消えちゃいました。かわいい。祖母の家に忘れてきました。いやよく使うやつ。ちょっとあの遠くの親戚の家に忘れてきましたとか。大人になってからもっと青春を楽しんどけばよかったって後悔したくないのでクラスのみんなと遊んでました。素晴らしいね。正直者すぎる。どうする。難しいよね。思い出と一緒に置いてきました。宿題を忘れてたらどうなるのか自由研究してます。おーいいね。宿題を忘れたら先生がどんな反応をするのか自由研究してます。これいいかもしれない。宿題を忘れたらどういう反応をするのかを自由研究してます。これ結構好きかも。私この夏やり残したことがなかったので宿題忘れてることにしました。うまい。いやこの夏やり残したことばっかなんだよな。マジでさ花火も見に行けてないしお祭りも行けてないし花火もしてないしマジで何も普通の夏かき氷も食べてない。かき氷も食べてない。やばい。プールとかも行ってないしスイカも食べてないし夏っぽいことはしてないです。去年出しましたよね。待ってそれも好きかも。去年出しましたよね。おもろい。去年出しましたよね。過去逆切れみたいな。そっか動画でやらなきゃいけないのか。やばいな今回動画か。あじゃあちょっと切れ気味で去年出しましたよねって言おうかな。そんな私のじゃまだ終わってない。ねお祭り行きたかった。浴衣着たかった。お祭り行きたかったな。まだ夏終わってない。もう終わりじゃない。なんか8月かはさ夏のピークじゃん。9月ってもうなんかちょっと夏終わり秋入りかけみたいな半分夏と秋が半分半分みたいな季節だから8月に何もしなかった。夏っぽいことをしなかった。
セリフもコンパクトでいいかも。去年出しましたよね。ちょ、笑っちゃう笑っちゃう、笑わずに言わないとね。え、どういう感じで言ったらいいかな、いいかな、なんか、は？去年出しましたよね的な感じか。いかにもあの、あれ、え、去年出しましたよねみたいな、なんか感じか。こんにちは、よー。確かにちかっぱ祭は夏っぽかった、夏っぽかったっていうか、めっちゃ暑かったから夏だったな。ナンバラエティ公演ありがとうございました。こちらこそありがとう。ナンバラエティ公演は楽しいですね。秋は大好き、だって涼しいし、涼しいくし、涼しいし、涼しいから大好き。夏らしいことしてないのに宿題かやってられるか、本当だよ。言い寄る感じで、言い寄る感じで、難しいな、キレ気味。それが切れてほしい？切れ気味がいい？切れ気味難しいな。は？去年出しましたよねって感じ？去年出したんですけど、なんか文句ありますか？みたいな。逆切れ感欲しい？オッケーオッケー。切れ気味インパクトある。え、ちょっと演技派にならないと。ギャルっぽく？え、じゃあさ、明日さ、ギャルのか、ギャル？明日のね、オンラインお話し会が、ギャルなんですよ。で、ギャルメイクをするんで、明日撮ろうかな、じゃあ。明日撮ります、私。なんか、こういう感じで。こういう感じで。え？は？去年出しましたよね。文句あります？って言うね。はい、決定しました。はあ、去年出しましたけど、ちょうどいいわ。ありがとう、みんな案をくれて。それでさ、そう、ナングラは決まったじゃん。ナングラ決まってさ、まあ明日もお話し会あるんですけど、昨日のナンバラエティ公演終わりのあれ見てくれましたか？裏ナンバちゃん経験キャンディーポット、あれマジで面白かったんですよ。私見てくれました？マジで最初面白くて、最初まだ本当に分からなかったんですよ、どうして負けるのか。でもやっぱりあれは席のせいでもあったんですよね、きっと。最近どの番組でもリオピ8件ですごくいい、本当ありがとうございます。じゃあもうもうね、芸研もねずっと 出たくてね、だからすごい嬉しかったですね。しかも2勝なので、まあ一応勝てたということで。ボードゲーム楽しかったな。そうでね、さくらさん、さくらさんともねあんまり話したことなかったんだけど、なんかめっちゃなんだろう、ゲームでちょっと仲良くなれたかなって思います。楽しかった、一緒に話せて。
ナンバレイティ公演もねすごく楽しかったです。最近はもうバチバチ NMB48 またシカッパ祭もあったし、ナンバレイティ公演もあったし、めっちゃあれだね、盛りだくさんな1週間だったね。虫歯にならなくてよかった本当に。巻き返しがすごかった。成長しました。もう一回やりたい、楽しかったから。本当ありがとう、みんな見てくれて。これからもたくさんリオピーのことを見ててください。そしていろんな人に宣伝してください。チカッパの好きだ牛はチヒーさんに見えた。本当ですか。チヒーさんもね、引用リツイートしてくださって嬉しかった。ありがとうございます。ちひろさん、ちひろさんとか言っちゃった。ちひーさん、皆さん明日のねお話し会1部と4部なんですけど、来てくれる方はぜひぜひたくさん何話そうとか考えてくれてると思うんですけど、たくさん話しましょうね。じゃあ男女読みをします。動画は明日撮ります。それでは14位からいきます。14位、カズ1号さんありがとうございます。13位、ポンポンボンボンポ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 ンさんありがとうございます。12位、ジュニアさんありがとうございます。11位はコウさんありがとうございます。10位、みずきさんありがとうございます。9位、ドカちゃんありがとうございます。8位、イグネコさんありがとうございます。7位、ズミヤさんありがとうございます。6位、高政さんありがとうございます。5位、野原しんのすけのすけさんありがとうございます。4位、マサオさんありがとうございます。そして3位は松田の福山マサハルさん、マサハルさんありがとうございます。2位はテッシーさんありがとうございます。1位はヨシーありがとうございます。それでは皆さん明日よろしくお願いします。どうしよう、この後ルーム再生しようかな。なんかたくさん話すことあるし、明日しようかな、それか今日しようかな、どっちがいいですか。今からした方がいいですか。アメちゃんちょうだい。はい、アメちゃん、アメちゃん、今日悩ましい、できれば今からがいい、今日やっちゃう、じゃあ今日やろうかな。どっちがいいかな。じゃあ今からやります。たくさん話すことあるので、最近ねたくさんなんかあったからやりますか、やっちゃおう。じゃあルームスに行こう、レッツゴー、またねー。よいしょ。